こんにちは。こんにちは。ゴースト店の松本と、星です。はい、今回この2人でお届けさせていただきます。はい、今回は何をご紹介していただけるのでしょうか。はい、はい、英国も代表する、UK モダンですね、はい、のアーコールとジーパの2つをコーディネートを混ぜながら紹介していきたいと思います。ロイズでは UK モダンと言ってますけど、一般的にはイギリスヴィンテージですね。ヴィンテージですね。1950年から大体70年代ぐらいまでに、製造された、量産のものですね。北欧の家具を真似てというか、そういうインスパイアされてできたものたちになるんですけど、今回はその2社、説明も兼ねてご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。では最初、アーコールの、説明からお願いいたします。その中でですね、ここのヴィンテージとミックスタイルをコーディネートしてみました。アーコール、一言で言うと、英国のね、流行モダン代表格の一つだと思うんですけども、そうですね。はい、1920年代に、家具デザイナーの皆さんご存知だと思うんですけども、ウシン・アーコーラニが立ち上げたブランドですかね。はい、今もアーコール社もありまして、作り続けてる、それはそこのメーカーになりますけどね。特徴的なのはこのクラシックなスタイルを取り入れて、スティックバッグになってること、確かに、はい、あと木材がエルム材ですかね、使われてるのは特徴的なスタイルだと思います。でこの2つが割と代表的な2つをちょっとこちらの方にコーディネートしてみました。はい、クエーカーとゴールドスミスという形ですかね。名前がついてるんですね、はい、それぞれ。このちょっとヒゲみたいなの、確かにゴールドスミスさんみたいな、ゴールドスミスになります、でこちらがクエーカー、小曲げ機ですかね、よくベントとチェアで見るスタイルなんですけど、スチームで小曲げて作られて、あとスティックになってる、この2つが有名なデザインでして、今回アームチェアとアームなし、あちらはアーム付きとアームなしという形で2つのパターンでコーディネートしてます。あとロイズで今ちょっとレアなアーコールシリーズが入ってきたんですけど、こちらですかね。じゃん、はい、じゃん、ラブシートです。ちょっと言うのも恥ずかしいんですけど、1956年に作られたデザインでして、このもの自体は1970年代のものなんですけども、この2人掛け、ウィンザーチェアスタイルの2人掛けというベンチはすごく珍しい。ヴィンテージも新しいのも違いはやっぱこの辺の木目だったり質感がやっぱりヴィンテージならではの風合いが出てますかね。そうですね。アーコールは現行品も今も作られてるんですけど、はい、ちょっと白木っぽい感じなんですよね。なんでこのね、使い込んだ飴色のちょっとこういうエルム材のすごく綺麗なもの、よく見ると個体差がありますよね。あるの同じシリーズでも個体差があるので、ご自分の好きな、木目とか選んでもらえたら一番いいかなと思います。はい、続いては、はい、星さん、G プランのコーディネートを組んでいただきました。はいはい、今もちょうど、アーム付きの椅子と、ダイニング、あとこちらの後ろにあるサイドボード、この3点ですね、今こちらのお店にあるのは。G プランっていうシリーズなんですけども、もともとはイーコブ社っていうところから出てるシリーズの、家具でして、1952年から、製造がスタートされたっていうふうに言われています。で国内でもかなり、人気が高くて、そうですね、でヨーロッパでもすごくミッドセンチュリーの煽りを受けてから製造開始して、たくさんの、ジープランの家具が作られたっていうふうに言われています。でまず、その中でいくつかシリーズがあるんですけど、まず1点目がこちらの、トール&ブラックっていうシリーズで、ブラックプラスにちなんで BB シリーズとかっても言われてるBB シリーズものです。
ちらが、1952年から1966、7年ぐらいまで作られていたシリーズで、でジープラの中では結構少ないんですね、製造が。あ、そうなんですね。はい、でやっぱり一番古いシリーズっていうところと、あとはもうスタイリッシュなデザインっていうところもあって、あの市場ではすごく人気になってきてますし、今本当に枯渇してる、シリーズの家具になります。特にあの漆塗りにヒントを得て作ったと言われているこのペイントが特徴ですね。確かに確かに漆っぽいですね、うん、それぞれに刻印というか、サインというのがこう刻まれていて、この、BB シリーズだとこのゴールドシグネチャーっていうのが有名ですね。これですね、はい、このシリーズには刻印が、椅子とかだと赤いシールが多いですよね。そうですね。で、今まさにここにある、はい、ダイニング2脚と、あとそのアームチェアが、はい、1960年代初頭から、製造開始したって言われてる、なんかこうザ・ジープランって言われるフレスコっていうシリーズになります、うん。有名ですね、はい、これはもう本当にあのヴィンテージとか見てない、知らない方でもどこかで見たことあるようなお椅子かなというふうに思ってます。でこのフレスコットシリーズの特徴の一つとしてはこう曲線ですよね。そうですね、はい、曲線と、厚みのある落下仕上げっていうのが割と、なんか特徴なのかなというふうに思ってます。でこのフレスコのシリーズは割とシールが、そうですね、そうですね、確認できる個体もあるんですけど、やっぱりその年代によって60年代、70年代、80年代にそれぞれ違うステッカーがついてますので、それでまあ年代とかあとは見分けることができますね。なんだろう、もう古いものなので、はい、もう剥がれちゃってるっていうのもほとんど、そうですよね、残ってるのは結構珍しかったりしますね。今はないんですけど、のシエラっていうシリーズがこれ以外にもあって、割と角張った、デザインの特徴なのかな。1970年代中期ぐらいから、製造されたシリーズになって、はい、ジープランで一番のロングセラーっていうふうに言われたモデルがあります。もちろんアーコールは本当にどちらかというとこう軽快なイメージで、当時のこうイギリスのこう時代背景っていうのをすごく色濃くデザインしたような、モデルかなというふうに思ってます。クラシックなテイストっていうのを、この50年代以降のヴィンテージ家具に取り入れているのがアーコールの、クエーカーとかゴールドスミスとかの、スポークがたくさんあるっていうシリーズだと思いますが、はい、それがこう現代風にシンプルに表現されたのかなというふうに思ってます。で、Gプランはなんていうのかな、本当に当時のこう生活空間に馴染んだモダンスタイルで、なんかより実用性を求めたものなのかなっていうふうに思ってます。この当時の1950年代以降ってやっぱり北欧デザインがかなり台頭してきていた要素をイギリスヴィンテージに取り入れて作ったシリーズ の、本当に代表的なモデルだと思うので、はい、シンプルながらもこう実用性があって、生活に溶け込むようなデザインっていうのがすごくいいのかなというふうに思ってます。あくまで主観なんですけど、女性的で軽快なアコールと堅実で実用的なジープランなのかなというふうなイメージですね。
回はありがとうございました、はいはい、なんか座っていただいちゃって、はい、この中で大丈夫かな2人でやっぱりあの2社ともいいところがそれぞれ分かっていただけたかなと思うので、はいはい、結構ロイズ G プランとアコールは定期的に入れてますもんね、うん、はい、いろいろシリーズも増えてくると思うので、はい、ぜひお店の方にも遊びにいらしてください、はい、はい、チャンネルの登録と高評価お願いします、はい、じゃあまた。